進化の度の最も高い人間の胎児はなぜに最も長い胎生時間を要するのであろうか。還元すれば何が胎児をそうさせるかという問題について適当の解釈を加えようとすると現代の科学知識では絶対に不可能であることが発見される。やはりただ不思議というより他に説明のしようがないことになっているのである。以上は胎児に関する不可思議現象の実例であるが、次にこうして出来上がった人間の肉体を解剖学方面から研究観察してみると、また同じような不可思議現象が数限りなく現れてくる。すなわち人間の肉体なるものを表面から観察してみると、その進化の度が高いだけに、還元すればその体制に念がいっているだけに、他の動物よりもはるかに高尚優美に出来上がっていることがとりあえずうなずかれるであろう。